海外に行きたくても行けないそんな日々が続いていますよね HIS の海外ネットワークを活用したオンラインによる新たな体験本日は3つのパートに分けて新しい活体験をお伝えしていきます1つ目のパートはこちら話題沸騰オンラインツアーですコロナ禍において企業様の最大課題であるコミュニケーション希薄化の解決方法として事例を交えてお伝えしてまいります ツモフォームを用意しておりますので、セミナーの途中でも気になることがございましたら、チャット内にお送りいたしますフォームよりお寄せください。それでは早速参ります。オンラインツアースタートです。HS 第2販売グループ柳田と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは本日のアジェンダをご案内いたします。はじめにオンラインツアーについてお話しさせていただきます。 その後実際のツアーが行われたシンガポールの事例をご紹介させていただきます。では最初にオンラインツアーについてご案内いたします。ご説明の前に私たちの部署についてご紹介いたします。第2販売グループは団体旅行、特に社員旅行を中心に営業販売を行うグループで募集ツアーの造成も行っております。第2販売グループでは コロナ前は主に海外の社員旅行を販売しておりました。しかしながら新型コロナウイルスの世界的流行により状況が大きく変化しました。現在は以前のように安心して海外旅行に出かけることが困難な状況にあります。そんな環境下でオンラインツアーは作られました。安心して旅に行きたくてもいけないお客様も国内外のツアーも気軽に参加できるようになりました。 コロナ禍での海外の状況が知りたい。ペットと一緒に海外旅行を気分を味わいたい。遠く離れた友人家族と一緒に旅行に行きたい。など、様々なツアーとしてご参加いただくことができます。では、オンラインツアーの中で団体旅行を実施する目的は何でしょうか。次に挙げる3つのことを体験できることが大きいといえます。疑似体験。 自宅やオフィスにいながら海外旅行に行った気分になれる。共同体験。離れた場所にいながらオンラインを通して同じ体験を得られる。双方向性体験。一般的な動画サイトと違い、現地にいる方と直接コミュニケーション体験ができる。以上の体験をオンラインツアーで積むことで、結果、チームの一体感が形成されるといきます。これこそがオンラインツアーの実施の一番の目的といえます。 HIS では全国、全58カ国でオンラインツアーが、全46カ国でライブ中継が可能です。ツアー内容も自由自在です。MC に芸人さんのご寄与はいかがでしょうか盛り上がること間違いなしです。コロナ禍で社内イベントの開催が難しい、社内コミュニケーションが希薄になっているというご意見を企業の幹事様の方からお聞きします。ぜひ新しい社内イベントの ツアーとして HIS のオンラインツアーをご活用ください私からのご案内は以上ですご視聴ありがとうございましたはい、ありがとうございました HIS はこれまで約40年間旅行業で培ったノウハウと実績がございます旅行のプロである社員が世界各国にいるということも当社だけの強みです皆様の目的背景に合わせたご提案をさせていただきますので ぜひまずはオンラインツアーからご体験いただければと思います。えー、ご質問ございましたら、フォーム内、ズ、えームのチャット内にお送りいたしましたフォームよりお寄せください。アンケートのご協力もお願いしております。個別の商談などもこちらのフォームからお寄せいただければと思います。